T30、T30EVO 乗り比べてきて、やはり総合的な性能というのが本当に底上げされているなというのが非常に感じます。もうドライグリップはもう十分あるのを、あとはもうちょっとゲリラ豪雨とかにも遭遇したりとかした時にも全く意に介さない、卓越したウェット性能というのは本当に進出しています。そのドライ性能はそのままにウェット性能を上げたという触れ込みで T30EVO が来ました。もう十分それで感動したし進出してたんですけども、それになおかつ T31 というまさしくそのウェット性能が上がったものが出てきましたので、もう雨好きの自分にとっては最高のタイヤだと思っています。フォト、行動っていういろんなツーリングの走る行動によっておいては無双、まさしく並び立つものがないと私は思っています。ブリヂストン